けで今日も元気に白黒裏チャンネルのお時間です。久しぶりですね。久しぶり久しぶり。はい、というわけで、今日はですね、まあ、裏チャンネルでグダグダ会という感じでね、はい、先日8月8日にうっかり、白猫フェスのコスコンのね抽選通りましてね。はいはいはい。いやすごかったね。すごかった。いやなんか応募した時は全然なんかそんなね、手作りしなきゃいけないじゃん。市販されてないからさ、だからそんなにね応募とかしてんのかな、いやでも してたらやだね、100人とか200人とか、いや怖いねみたいなこと言ってね、なんか雰囲気応募してね、応募してからさあ作るぞって。やだ、あれ応募してから作るしかないよね。なかったよね。そう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 。発表して3週間とか。そうねそうね。なかった。そう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 。なんか24とかのニコ生とかで発表されたんじゃん私だっけで、なんか出たいねってなって、はい、そんな感じで応募したのかね、うっかりしてね。いや、それから服作ってね。どうしよう、何しよう、大変でしたね。作ったことないんだけど、わざわざ初めてで作ったのがそうな感じで、ちょっとその辺のね様子について話していきたいと思いますが、はい、まず初めにですね、まあ白猫フェス、うん、なんかご参加の皆様、写真撮ってもいいですかとか、なんか皆様とかね、フランちゃんとか言ってくれた方、本当に本当にありがとうございました。あと白黒チャンネル見てますいつもねとか言ってくれた人もいてね、うん、ありがたい限りでございますね。うん、いやー大丈夫だったかな。今日暑くてグタグタだったけど、あの実物とのこのさ、ね、動画のクオリティとさ、ね、実物とかさ、そうだよね、なんだあいつみたいなね、あいつ大丈夫だった。いや、まさかニコ生でさ、あんなにこう放映されると思ってなくてね。そうそうそう、最初の応募の時点ではそういう話ではなかった、ね、なかった、なかったね。まあなんかこれもなんかチャンスだと思ってね、うん、うっかり白黒チャンネルをね、まあ、ちょっと宣伝ちょっとまずしちゃったけど、なんかいろいろ大丈夫だったかなと思ってるな。やべえみたいな、ニコ生で YouTube で言っちゃったみたいな。やばい。でもそしたらその後、あの浅井さんがね、浅井プロデューサーさんがね、うん、あの YouTube 公式には、いや YouTube でニコ生で YouTube って言ってるよかったとかなってましたよね。おみたいな。あ、よかったみたいな。でも、やばい、なんかあんな感じで宣伝しちゃって、ちょっとあのほらね、宣伝してんじゃねえよみたいな人もいただろうなとか思ったけど、いや、うちらもね、白猫大好きだしね、動画も頑張ってやってるんだ、もっといっぱいの皆様に見ていただきたいなという思いもあり、思わず言ってしまいましたが、まあそんな感じのニコ生でしたね。はい。ということで、何を話そうか。まあ、なんだろう、私思ったんですよ。はいはい。あの、コスプレって、うん、すごくハードル高いじゃないですか。やる前。あ、初めてするとき？そう、なんかさ、どうすんのかな？そうそうそう、全然わかんなかったな。わかんないわかんない。で、結構さ、その、ブログとかで、ね、いっぱいサイト見たんですけど、うんうんうん、なんか、あの、まあ、結構詳しく載せている方もいるんですけど、うん、なんかやっぱりさ、想像力に頼らなきゃいけない部分っていっぱいあって、うんうん、でなんか、まあ、初めてね、これからコスプレする人とか、例えば白猫フェスのさ、今もさ第1回って言ってたじゃないですか、うんうん、なんで第2回もねこれからあるかもしれないじゃないですか、うんうん、なんでなんかその白猫コスプレとかやりたいなみたいな、今後コスプレとかやりたいなみたいな人に、うん、なんか役に立てるようなね話ができればなと、なんとそんなことできるかな思ってたんですけど、まあまあとりあえずなんか我らがどうやって作ったのかなみたいなところを、うん、結構さ、うん、あれじゃないですか、でも本当のレイヤーさんってあんまりさ、ほらちょっと多分さ、秘技みたいなのがさ、ちょっとあら言わないわみたいな時ももしかしたらあるかもしれないですけど、ちょっと積み隠さずその辺をね話していければなと思います。はい、はい、ですね、はい、まず簡単どっか行きますか。はい、スカートスカート、はい、見せようか。お、じゃあ色ハッチ見して、ちょっと見して見して。私こうやって見せてもいいけど、こうやって見せてもいい。お、セクシー。あ、ちょっと今私グッチョもいただいて、ちょっとお腹取れちゃってる。お腹取れちゃったんだよね。はい、スカートですね。スカートは普通のこういう茶色のスカートに銀色のシルバーっぽいテープをね貼ってます。これで、ね、両面テープで貼ってて、はい、こう結構さ両面テープいっぱい使ったね。うん、このちょっと折り目つけながらこうやってやると意外とね、うん、リボンだけど、だからここよく見たらほら、あ、そうそう、これ次目でしょ。そんな感じでやってます。はい、あとは同じような感じでね、こことか、うん、この襟のとことか、そうそうそう、この襟のところもその襟の形に合わせてこの赤色の切った上にそのリボンを
あの両面テープで全部つけてます、うん、この赤い布も両面テープでつけてます。なんで裏側が結構グダグダってるみたいな切りっぱなし切りっぱなしみたいになってるんですけどね、はい、なんであとこの辺もここもね、うん、茶色い布これ、ブレザーは既製品でちょっと長いブレザーなんですけどそれをそう切って折り曲げてミシンで縫いましたね、うん、でミシンもあれレンタルがありまして、うん、3日で5000円だっけ、ね、3泊4日で、うん、5000円ぐらい、うん、4000円くらいじゃないかな、うんうんうん、あの DMM の、ね、レンタルでねミシン借りてねすごい安かったんでね、うん、買うよりもねそういうたまにしか使わない人はねいいんじゃないですかね、うん、本当のねリーヤーさんなら持っててもなんかちょっとこっちか OK はいでそうですねあとこれ結構さ頑張ってるこれ頑張ったのこれすごいしっかりとそうしっかりしてるんですよこうカチッってなってるんだけどそうそうこれねここがなんかへたっちゃうとさ、うん、なんかここかっこ悪いなと思ってでこれ中はクリアファイルですね見えないよねここのクリアファイルをこの袖の形にこのこうちょっとここが内側がなんていうのこうかこういう外しちゃうのちょっと寂しいな、それ。ちょっともう。それが、あ、もう一緒に。そう、くっついちゃってんの。そう。この、クリアファイルこの形に切って、で、あ、そうですね。切って、布をそのクリアファイルに貼って、で、その上にこう、模様のところはテープを、両面テープで貼ってます。で、これは、グルーボンドですね。100均で売ってる、ろうそくみたいな、そうそう、グルーガン、ホットボンドでつけてます、これね。これ結構さ、そうしっかりするよね。これもグルーガンつけたんだけど、会場で、ね、ボタンが2つで、ね、どんどんボタンがさ、いろんなのボタンさ、どんどんさ、ひっていってるからね。そう、なくなってた、はい。これはね、既製品ですね。本当は作ればよかったんですけど、ちょっとそこまでもいかず、既製品のリボン作ってます。これもね、既製品の。で、これも、中がね、そうそうそう、ね、シャツをね、着てからさ、セーター着ると、結構暑いくて、もこもこするから、シャツをこの形に切って、ここでそう、ここの辺で切って、セーターに両面テープ、ここ両面テープでくっつけてるんで、結構、この辺がもたつかずになってます。はい、そうですね。あとは、あ、これとか？おお、小道具。これ裏側見せちゃおう。汚いけど。こんな感じで、ピンつけてます。で、これは、旧ライオンボード。今、なんていうのかな、うん、なんか、ウェタンボードみたいなね。なんか白い、こう、発泡スチロールみたいなボードがあるんですけど、それを最初、カートの形、あと、こことここが出た形に切って、色を塗って、で、もう一個、この、同じような形に切って、ここカッターでくり抜いたやつ乗っけてます。で、これは金色の、絵の具塗ってて、こっちはスプレーですね。興奮すると取れちゃう。ちょっとね、もうちょっと大きく、もうちょっとちっちゃくつくいつも、なんか大きくなっちゃったけど、まあ透明から見たら大きい方がいいかな。そう、わかりやすいからね。もうだと大きい方がいい。ね。これね、全部オール100均の紙粘土。紙粘土ね。仲間で紙粘土。仲間で紙粘土。まだ紙粘土もう紙粘土丸これは丸ごと、あ、100均のあれをつけた、100均で買ったなんかお花の先っちょ、うんうん、先っちょこれちょっと撮ってみせてあげる。これねパチン、これもパッチン止めですね。パチンと、あ、乱れちゃう、乱れフランちゃん乱れちゃう、あ、ばばばば、落ちちゃった、落ちちゃったこれなしね。カラーリングもさ、うん、あれだよね。こうなんか、乱れ髪。なんか、これ軽い紙粘土ってめちゃくちゃ軽い。うん、そう、すごい軽いから、紙粘土自体、これ丸々1個を使ってるこの四角。これ丸々1個なの？丸々1個を使ってる。芯に入れるといいみたいですよ。そう、でも、そもそも軽いから、これが。これ何なんか、これね。これね、じゃあこのままこうやって乾かしたから外した時にボコって真ん中取れちゃうだろう。あ、なるほど。それを埋めたの。埋めたの。あ、なるほど、なるほど。で、なんか色も結構軽いから、なんか遠目から見て目立つ方がいいからね。結構ビビッとはっきりした黄色を ねしてみた。塗りました。見たけ、うん、で、これもなんかグルーボンドでこ
構汚い見えちゃう見えちゃう、かわいいじゃんこれね。この紐は既製品買って、これは100均ですね、この玉は、うん、はい、よいしょ、これ何でしょうかね、立たないね、その立たないじゃん、これがね、顔とか描いたかもそしてだんだん乱れていく、今度はちっちゃい耳飾り、耳飾りじゃなくてなんだっけこれ、髪飾り、髪飾り、あ、ちょっとあれだね、ちょっとあのね、途中、その、あの、ちょっと当日その場でね、瞬間接着剤と思ったからね結構、フランちゃんの髪の毛がちょっとついてるんですけどね、かわいそう、かわいそうなことになってますけどね、あのこれも洋なしの紙粘土で作ったやつに、モールですね、これも前日にね、うん、どうしようってなって、ね、いやモールいいじゃんっつってモールで、モールにしました、ね、結構目立ってるし簡単だしね、こう止めるだけだからね、うん、ここも結んであるから、ね、プイッてプイッてパチンってくるくるくるってするだけだから ね、 ライトがいいよね、うん、つけるの楽で、はい、あとは何ですか、皆様の髪の毛はいつもの髪の毛、ね、あ、村様の髪の毛はねいつもの髪の毛でね、ひろちゃんにえ、どうどうできたみたいに言ったら、うーん、うん、普通みたいな、普通普通みたいな、いつものいつもと一緒って言われて、馴染んでるね、うん、そうそうそう、まあなんかややちょっとね、そうそうだよねみたいなだったんですけどね。あとは手袋、これ軍手ですね、皆様の軍手に、フェルトで滑り止めを作ったんですけど、滑り止めがなんかちょっと存在感ありすぎてちょっと握ったりするのがなんか難しい、ここそう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 、っていうのと、これも、この一緒の感じですね、髪飾りと一緒で、金色の部分は絵の具で描いてます、で、これグルーボンドで、こっちもグルーボンドで貼っつけてます、はい、じゃじゃん、あ、あとはここは、あ、もやしくん、もやしくん、もやしくん、ちょっとボラボラ、いろいろさ、うよ曲折あってボラボラになっちゃったんだけどさ、もやしくんね、これ全部フェルトで作りました、ものすごい適当に作ったんですけど、うん、皆様も、あの、切れ端で作ったって言ったからいいかなと思って皆さんは切れ端の布で作ったんですけど、これ全部100均ですね、100均の毛糸のに、100均のフェルトに、100均の目玉に、100均の刺繍と100均尽くし、100均尽くし、このこれも愛するダイソー、これもそう、これもこれもそうだね、あ、一緒だ、そうそう、ランちゃんで、これのつけるのはここにあのグルーボンド、まあ、あのグルーボンドとかホットボンド、うん、グルーガンでこうニュッてやってニュッてつけました、なかなかこういく、ね、作これはね、既製品ですね。皆さん。じゃあ皆様、実はついてたんです。じゃあ皆様。はい。はい。あ、尻尾、尻尾。私、尻尾もあるんだ。尻尾。あ、ちょっと、フランピン。フランピンの。ひょうたん。ひょうたんじゃないよって突っ込まないと。用なしだよ。これなんかみんな立派な尻尾でしたよね、皆様他のね。もうふっとかったもんね。ふっとかったね。ちょっとどうやって作るのか、うん、尻尾がね、全然ね、そのイメージつかなくてさ。でもさ、いいのあったんだよね、そう、これなんか、ハンズで売ってて、なんかこの、いろいろ形作って何かをするみたいな、うんうんうん、なんかあの、針金みたいのが中に入ってて、こうちょっとプニプニの素材が周りについてる。これ本当はこの緑の。緑だった、緑色のやつを、スプレーで黒く着色して、これは、これと同じ素材で三角形に切ったやつをブスって刺して、まあ意外とほら尻尾じゃない、うん尻尾だった。でこれを、スカートの内側から入れて、ここスカートの脇端にこう引っ掛けて尻尾っぽくしました。もうちょっと長い方が良かったかな、なんか飛び出てんなみたいな感じになってましたけどね。スカートが長かったんだよね。そうそう、スカートが長いからさ、皆様さ、そんなんですね。あとはこれ、あ、そうそう、これね、中にね、これ何、これもあれか、これと女、これの薄いバージョンが入ってる、薄いのが中に入ってて、うん、ここまで固めになってます、ここまでちゃんとね、ビシってなれる、ふにゃふにゃってならないように。そうそう、でこれもグルーボンドで、もグルーボンド、グルーガンでつくっつけたけど、はい、当日取れましたみたいなねあとリボン、これのちょっと取っていいかな、うん、あと私の方が取りやすいんじゃない？え、すごいバチってた。あと私、これね、
あー、そこ見せてあげる。マジックテープでね、これ腰はマジックテープで留めてます。裏はね、裏はなんかちょっとね、見ないでマジックテープもいろはちゃんがマジックテープ同じ方向につけちゃってつかないみたいなつって前日にねマジックテープはねちょっとつくのとねあるからね。そうそうそう、はい、ボロいまあしょうがないよ、見えなきゃいいんですよこれは。って思ってんだけどね、本当にレイヤーさんは見えぬとこにもこだわるんですかね。そう、はい、私たちレイヤーさんではないのでねでも楽しかったからまたやりたいけどね。でこれはリボンもう、へたらないように中に、うん、あこれここにあここさっきのここと同じ、そうですね、これと同じボードみたいなのをちょっと入れてます。ちょっとさすがに持ち運んだりしたんでちょっとあれですけどね、うん、なんかここにもね入れて、実は入れてるんだよね。あ、そう、ここにも入れてピシッとへたってなんないでピシッとなるように、うん、して当日はこの辺はそうです、ね、ピシッて止めて止めてこんな風にやりました。やりました。うん、もし参考になればね、うん、見ます。あと、はい、グローブ、グローブこれは結構ね、今回お金かかってますかねボクシンググローブ、そう、これなんか本当青のやつとかだとなんか結構高くて、うん、あれだったんでちょっとね、白いけど中が、ね、安いけど、ちょっと安めの、これもこれと同じボードを作ってて、下もそう、下もね、で、ここは、色塗ったんだよね、うん、アクリル絵の具ですね、この辺も絵の具で塗った、うん、全部。あとこういうウレタンボードとか塗るときにジェッソっていう、うんうん、なんかその色がつきやすくなる、うん、なんか下地材みたいなのを塗ってやりました。ちょっとよく見るとね、白が出てる、出てる出てるまあそれだよね、だってよく見るとハートとかちょっと左右対称じゃない感とかあるけどねでもいいんですよ、雰囲気ね。ほら、いいじゃん、かっこいいじゃん。フランちゃんはこの手袋があるからって言って、うん、ここそう、ここがないのね、ここつけるとさ、もさもさしちゃうし、ほら、ちょっとできるだけ削減しようみたいなね、こんな、あ、そうそうそうなんでやってます、やってます。あと、これですかね、ちょっとね、取れちゃった、取れちゃったほらはい、こちら、デビルウィッカーの進化前ですね。これも、ここがこれと同じボードをちょっと形作ってます。ここはホットボンドで止めました。で、この辺の飾りですね、飾りは全部紙粘土で形を作ってます。この辺も紙粘土ですね、この辺も壊れてる、あら、まあ壊れちゃうで、ここの部分とかこの辺はこれと同じ素材ね、あとこれもか、うんうん、作ってて結構ほらふわふわなんですよ。で、この赤いのは、紙粘土ですね、うん、で、赤くしてグルボンドでバッチリつけた、うん、この辺のちょっと宝石っぽくなってるのはレジンですね、うん、初めて UV ライトで固まる、なんか固まるやつ、ネイルのやつが役に立って、あ、そうそう、ネイルのやつが UV ライトが役に立ちます、うん、ここも、レジンで作ってますね。お湯丸っていう100均で売ってる、なんかどっかなかったっけな、これこの100均で売って形が作れるやつがあって、うん、温かい80度以上のお湯に入れるとつくやつ、うん、形が粘土みたいになる、で冷えるとすごいもうガンガンにガチガチに固まるやつで、形作って、ここにそのレジンを入れて、うんうん、でこれそのまま UV ライトに入れて大丈夫なんで、うん、で作りました。まあここまでしなくても、まあ、これでよければ、うん、まあ、紙粘土でね、うん、いいかな。でもなんか雰囲気ちょっと宝石っぽいっしょ、クリスタルっぽくした感じ、ね、そうそうそう、本当はもっと透明したかったんだけど色をね、100均の印刷のインクで作ったから、うん、ちょっと濁っちゃって、うん、どうしようってなって裏に赤い絵の具塗ってはつけたっていう感じになってます。でこの芯はアルミホイルの芯紙の丸いやつがついてて、うん、そこに竹串突っ込んでここにぶっ刺してくっつけたんですけど、うん、取れちゃったちょっと持ち運びしたもんね、持ち運びしたし、なんかギリギリそのスーツケースみたいにこの高さが入んなくて、うんうん、ちょっと若干なんかもう何隠しきれない皆様感が出てる感じになってましたけどねはい、そんな感じのデビルビッカーでございました。結構武器すごいねっつって見せてくださいとか言ってくれた人もいたんですけどね、またどっかで使えればいいですね、うん、こういうのもね。はい、そんな感じになって、おー、あばばばばばば、はあ、崩壊、うん、
になってますが、今回なんかありますか？何かな。そんなもんですね。あ、カラコンも一応ね、ミラ様だから見えないかな。見える？あー、見えるね、めっちゃ。一応緑のカラコンしてて、でも白ミラ様のあの緑のカラコンめっちゃ発色良かったね。私いつもコンタクトつけてないんで、あれなんですよ。ワンデーじゃないとね、持たないと思って、なんだっけ、エヴァーコースやった時ね、あの時も、もうずっと痛い、目がうーって、これは合ってるの？そう、合ってないの？みたいな感じでずっと言ってたんで、ちょっと絶対ワンデーにしようと思って、ワンデーなんで、あんまり発色があれなんですけど、これは、あれですね、これと同じやつかな。なんだっけ、レイちゃんの時の赤カラコンと一緒の、ヴィーナスアイズワンデーかな？ヴィーナスアイズワンデーっていうカラコン、ワンデーの個別のパックになってるやつを使ってます。これはエヴァメガネです。マリちゃんメガネ、マリちゃん、エヴァのマリちゃんのメガネです。5号機そんな感じですかね。あ、ニコちゃんマーク書いたんだ、イロハちゃんね、ここに。ほら、あの、実はよく見るとフランちゃんのあの SD の方のやつにニコちゃんマーク書いてあって、ニコちゃんマーク書いたんじゃん、これ書いた方がいいよっつってね、すごいよく見るとこの油性ペンで書いた感出てるんですけどね。いや、油性ペンで書いた。そう、こういうなんかちょっとそういう細かいネタみたいなとこもね、ね、頑張ったね、頑張りました。そんな感じになってます。もしコスプレこれからされるという方がいましたら、ぜひぜひご購入していただければと思いますが、白猫フェスすごく良かったですね。良かった、楽しかった。白猫愛が増しましたね。増しましたね。楽しかった。まだこれからいっぱい遊べそう。そうそう、ちょっとさ、あのコスプレコンテストでね、結構体力が削られてね、声優さんのアフレコを見れなかったのがすごくすごく残念です。もうすごいさ、他のさコスプレしてた方もね、フレンドリーな方ばっかりでね、あの裏方でね、結構ゆかペロしようよみんなでとかね、土下座しようよみんなでとか写真撮ったりとか、ツイッターでもね結構絡んでくれたりとかして、もうすごくすごくありがとうございました。こんなコスプレ初心者にもね優しくしてくださったのがね、本当ありがたいなと思ってます。あと、はい、ツイッターとかでも見たよとか言ってくれたフォロワーさんやね、チャンネル登録いただいてる方にも本当にありがとうございました。いやー、でもフォロワーさんが結構ね、頑張れって言ってくれたのとね、もうやりますって告知しちゃったのもあってね、最後まで頑張りましたね。頑張りました。もうなんか合宿状態で、いや本当ね、もう本当1週間ずっと一緒にいたみたいな、あとアムちゃんね、一緒にいたみたいになってね、ちょっともうね、結構お腹いっぱい本当不穏な雰囲気も出しながらね。そうアムちゃんがまた渡せるっていうね。そうまあね、ほら付き合いも長いからね、大丈夫終わんのとか言うとね、スイルハちゃんがね、ちょっとね、ブーってなっちゃってね。そうね、私ね、私のペースがあるんだよって言って、そう、前日眠いみたいな感じでね。そう。まあ、終わってよかったですね。はい。まあ、楽しかったですね。楽しかったですね。なんか、結構またやりたいねっつって。そう、なんかまたなんか新しい衣装作りたいなと思って。またやるのあれみたいな。うえみたいな。マジかみたいななって、ちょっとヒヤッとしたんですけどね。まあでも楽しかった。やりたくない？もう白ミラ様とかさ、すごかったじゃん。白ミラ様ほんとすごかったし、そう。白ミラ様すごかったし、白ミラ様マジでフレンドリーだったし、白ミラ様つけ牙つけてたし、そう。すごいね。クオリティがすごい高かったもんね。全体に対しても。愛を感じましたね。白ミラ様も。妥協がなかった。白ミラ様はちょっと長いスパンを見て、なんか重たいな。重たいよ。だってもう仕組みが分かんないもん、よく。そうだね。白い布をどうやってカットするとこういう風になるんでしょうか、誰か教えてくださいみたいな。なんかあるかな。シスター、ベール、型紙とか。服とか作ったことない、ね。そう、作ったことない。もう仕組みが分かんない。はい。そうなんで、でもね、なんかせっかくね、これとかもさ、もうなんかあれで1回で終わるのも嫌ですからね、なんかこういう動画できるとかね、なんかあったら、機会があったらまたね、使いたいなとか。どんどん動画で来ていこう。動画で来ていくか、チャグマもまた来るって言ってましたしね。なんかその時にはね、まあ、ミラ様はきっといないんでしょうけど、フランちゃんもきっといないんでしょうけど、別のキャラになるんでしょうけどもね。はい、なんか
楽しんでいろいろやっていければなと。いい経験になりました。いろいろありがとうございました。皆さん楽しかったです。という感じの超長いんじゃないですかこれ。28分も喋っと。いやーすごい。珍しいですね。もう温度が乾きましたからね。はい、そんな感じの、白猫フェス報告でございました。はい、ツイッターやってます。あと白黒チャンネルでやってます。ぜひぜひ。あ、そう、いろはちゃん8月4日誕生日だったじゃないですか。誕生日だったんです。はい。誕生日に、うん、なんと、うん、来場されたフォロワーさんがプレゼント持ってきてくれてね。そう、すごい嬉しかった。ね、ありがとうございました。本当に本当にびっくりしたね。だって。ふって渡されたもんね。うん、そう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 。あのこれなんか誕生日って聞いたんでふみたいなね。おしゃれなアロマ。そう、アロマ。お花がついてる。匂いついするやつ。そうそうそう。ルームフレグランスみたいなやつですね。もう女の子大好きなやつ。女の子大好きなやつもらってましたからね。うん、本当に本当にありがとうございました。チュニさん誕生日は12月13日です。みんなしっかり。いろはちゃんがいろいろやってくれるのをめっちゃ楽しみにしてます。違う。プレッシャープレッシャー。大丈夫大丈夫。大丈夫。覚えてる覚えてる。覚えてる。もう覚えてるよ。もう覚えてるか。もうね、うんうんなりますからね。うんうんになりますからね。その覚えてる覚えてる、はい。一緒にネイルとかしに行ったもん、ね。あ、そう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 。いろはちがね、あのネイルプレゼントでね、ネイルサロンについてってくれたりとかね、なんかいろいろありましたね。いろいろありますね。はい。去年は恥ずかしくてね、なんかもう誕生日とかどうしよう、なんかその自分でなんか誕生日だよとか言うのもなんかちょっと誕生日祝ってほしいみたいな感じだし、なんかもうね、猫だし誕生日とか設定ない、そうなんかそうそう、ない方がいいのかなみたいな。どうなのかなと思って、ふんわりしてたんだよね。でもその後になんかまあ、まあいいかみたいな、誕生日言っちゃえみたいな感じで誕生日告知してね、うん、もうあの告知いろはち誕生日だよっていう前からおめでとうって言ってくれたフォロワーさんもいたね、うん、そうそうそう、あの0時になってから、そう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 、なんかそんなんだったからまあいいかと思って、ちゅいさんの誕生日は12月13日、いて座ですな、信徒のみんな忘れるんじゃないわよということで懺悔しなさい、忘れたら懺悔よみんな、というわけで、はい、もうなんかもやしの焼きそばでも作って食べようかなと思います。もやしたっぷり、もやしたっぷり焼きそば、もやし大もやしみたいな、お肉なし、うん、肉なしもやし、もやし炒めて上にもやしみたいな、そうそうなんか作ろうか私が、でもね、肉入れてほしいよ豚肉でいいから、安い細切れの豚肉でいいから入れてほしい、ね、はい、そんな感じです。というわけで、こんな長いやつを全部ご視聴いただける視聴者様がいらっしゃるのだろうか。ね、もうなんか1分ぐらいで。あ、こいつはうるせえな。1分ぐらいだよ、ね。意外とね、結構思いを込めて話すつもりだったんですよね。うん。ということで、ツイッターもあさっと白黒チャンネルやってます。よければフォローお願いします。結構リップとかもね、あのまあちょっと最近はね、手が回ってない時もありますが、頻繁に開始させていただくようにはしておりますので、ぜひぜひフォローお願いします。YouTube チャンネル登録、この辺またボタン。高ボタン登録いただけますと、我々の動画の更新通知きっと届けます、また見てもいいやという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひフォローじゃないよ、チャンネル登録お願いします。はい、というわけで、じゃあけしゅんさんはパブルくらいしてみたお願いします。はい、せい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